今日は大好きなタイ料理の、一つヤムンセン的な感じで作っていきたいと思います。まずはもやしですが、ちょっと手間なんですが、ヒゲは取った方が絶対に美味しいので取ってください。取りながらちょっと飽きてきますが、まあ、最後までちょっとヒゲ取って頑張ってください。そして、茹でていきます。本当に一瞬10秒20秒ぐらい茹でてください。ちょっとやっぱりシャキシャキ感があった方が絶対美味しいです。と言いながら20秒以上茹でてる気もしますが、はい、で冷ましていきます。ボウルに開けます。冷めたらごま油、まあ本当のヤムンセンはごま油は入れませんけど、ちょっと今日はごま油でマリネ、もやしのマリネを作ってからのヤムンセンいきたいと思います。レモン汁、砂糖、塩、まあ、ピーナッツもたっぷり。ちょっと残ってたんで全部入れちゃいます。もうなんか適当で大丈夫です。きび砂糖をちょっと入れます。ここでナンプラー投入していきます。ピーナッツ、ここは千葉なのでよくピーナッツ殻付きのいただきます。今日もこれ殻付きのピーナッツを剥いてあります。剥いて入れてみました。左では春雨を入れていきます。春雨サラダを作っています。茹でたエビを入れて、春雨も軽く簡単に茹でてから投入していきます。これから暑くなるとこういうの美味しいですね。春雨入れました。よく混ぜて、あとはパクチー入れて完了です。
これで折っていきます。これからもう最高のおつまみですね。ビールでも白ワインでもシャンパンでも、はい、出来上がりました。